はい、はい、皆さんこんにちは。土曜日の11時、ヒートのお昼前の時間になりました。パーソナリティの司会議員をしてます。小屋ひとしです。えー、ちょっとね。鼻声でね。大変あのラジオを聴いている皆さん、そしてインターネットをご覧になっている皆さん、もうちょっとあのー、鼻声で聞きづらい点があるかもしれませんけどね。ご容赦ください。なんかあのこれだからちょっと風邪引いちゃってですね、えー、治ったかなと思ったらまたぶり返すみたいな感じになっちゃってしまいました。 でもね今日も元気よくヒートの昼前11時26分までお付き合いください。よろししくお願いしますということで、ね、今日うも、ね、とってもいい天気です。沖縄県地方はおとといの16日に、ね、梅雨明け宣言をしまして梅雨も終わりました、そしてこれからは暑い夏へと突入って感じですね。 今日もなんかも、ね、最高気温が32度まで上がるみたいですので、えー、皆さんあの、室内にいる人もそして屋外にいる人も熱中症にはね気をつけてお過ごしください。えー、私もねこうやってあのミネラルウォーターを持ちながらスタジオの中は快適なクーラーが効いて快適なんですけどねそうやってまあ水分補給もしながらまた頑張っていきたいと思います。えー、今日のそのミキサーの方はね F.M. ギラマンさんの山崎くん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう山崎くんは沖縄に来て何年になるんだっけ？三年目ですね。三年？はい。えーえー、出身はどちらでした？新潟になります。新潟県ね。はい、えー、だから結局これだけの暑くなってくるっていうのはもう慣れました？ まあまあですけどでも日差しがやっぱり新潟とは違って痛いですねあ痛いね、はい、そうだね <laughs> 日差しがね本当にねさすような日差しっていうのがね、うん、ぴったりな感じなんですよねまあもう3年で、えー、慣れたかなって思ってもねなかなかこの暑さは上等の人も厳しいのでゆっくりねまたのんびりね仕事もあ頑張ってもらえればと思いますよろししくお願います、はい、よろしくお願いします それではですね、まあ、あの6月、もね、今日で18日ということでね、半分過ぎちゃったんですけど、まあ、6月といえば、宜野湾市の月間の大きな取り組みの中にね、実は6月というのは、自治会加入促進強化月間というふうになってまして、あの宜野湾市には23の自治会があるんですけどね、この6月、この1か月間をね、加入を、推進を強化していきましょうという月間で、 毎年行われていますがその6月の1日には、まあ、市役所前で出発式を行いましたちょっとあのこれは15日の水曜日の沖縄タイムズさんの方に載っていた記事を少し読ませていただきますあの自治会加入促進強化月間の6月を迎え市内23自治会長らが1日市役所前で出発式を行ったで市自治会長会の会長大城千恵子会長 上王者名の自治会長さんですけどね自治会は災害時の助け合いにも欠かせない組織ですそうですよねとして加入を呼びかける宣言を発表、まあ、その後各自治会長らが、まあ、20代ってあるんだけどね、まあ、自治会は23あるので多分23代だと思うんだけどねの分譲してそしてまたあの社,社協さんの車もね1台追加してもらってその市内一周のね、えー アピールをするためにこ自治会長さんが市内周のパレードをしましたそしてあのこれ昨日までだったんですけど1日から市役所1階のロビーでね各23の自治会の活動の紹介をするパネル展も行われておりました、まあ、大城会長は子どもの貧困の問題から介護まで地域とつながればより住みよい街が作れると自治会加入のメリットを話していた 市によると自治会加入率は。 平均でになりましたで人口増加に伴い年々低下傾向だという,ということで、まあ、あの年々この自治会の加入率が、まあ、これはあの全体的に宜野湾市のまあ人口世帯数というのはもう毎年上がっていっているので、まあ、分母が大きくなると当然それはまああの下がっていくのもあるんだけどそれだとねもっとあの加入を呼びかけましょうということで今月は自治会の加入月間ですということをね お知らせせをさせていたただきました私の方もあの委員会が経済・建設常任委員会の今委員長をおせつかっておりまして当日はあの議長副議長が公務で出張中のため議会を代表してご挨拶を一言させていただきました。 そしてまたあのこういうふうな皆さんの集合写真にもね端っこの方に載ってますので私もなんとかこの自治会私も加入させていただいてます普天間3区自治会もねいつもお世話になってますのでなんとか少しでもねお役に立てればなっていうふうな気持ちでおりますそれではあの曲の方をねおかけしてもらいたいと思います曲の方は R3 だっけな R3 のつなぎだってていうかこれはねあの 開放銀行さんのコマーシャルで以前使われた曲なんで、えー、聞き覚えのある方もいる方も多めですそれでは曲の方お願いします Thank you. はい、えー、それでは、ヒートの日昼前、続けて進めたいと思います。まあ、の6月の方は、まあ、先ほど言いました自治会の加入月間と合わせて、また6月の10日からですね28日まで宜野湾市議会も開会中です。まあ、6月10日に開会しまして、今週は各常任委員会での審査を終わりまして、来週の20日、月曜日から、えー 27日の月曜日まではです、ね、各議員の,その一般質問の日になっています。で、私の方の質問というのが22日水曜日の、えー、3番目ですから、あの1時半から2時頃には、ね、スタートするのかなということなんです。<coughs> まあ、の議,論議会の一般質問というのは、1問1答式で、えー、答弁を含まないで、えー、議員の持ち時間が、ね、30分あるんですよ。 ですから、えー、何分までに終わりではなくて、その持ち時間の30分がなくなるまではね、えー、ずっとこの一問一答式でやるということで、えー、何時から始まるっていうのがね、途中の議員の方は分からないんですけど、まあ、大体まあ1時半から2時ぐらいかなという形になっています。 22日水曜日の3番目に私の方も質問させてもらうんですけどじゃあね何を質問するかというとこういうふうにあの通告書というのがあってもうこれあの配られているんですけどまずあの全部で5つの質問項目を準備してて、まあ、1番目に、まあ、先ほども言いましたこの自治会加入促進をまあ支援する条例の制定についてということでね、えー、条例を作ってはどうかっていう提案なんですね。 あの自治会というのは任意の団体なんでなかなか強制的なあのそういった条例というのが、ね、なかなかできないんですけどで実はこれ、あの県外で島根県の出雲市というところで、えー、条例化されていまして、ね、平成27年ですから去年、まあ、出雲市自治会等応援条例というのが実はもう県外ではあるんですね、まあ、の中身というのがまあ目的そしてあ定義ですね。 そして基本理念等々があって、実はこれ、面白いなっていうのは、各役割がしっかりとされています。4条には地域住民の役割とか、あと5条には自治会等の役割、そして事業者の役割、住宅関連事業者の役割というのがあるんですね。そしてまた8条からは、議会の責務などということで、議会もしっかり責任を持っていりましょうということが書かれています。 そして9条からは今度は「市の責務、ね」「死」ということで、まあ、地方自治体も、ね、こういうことをしっかりとやりましょうということをねうたわれててそしてその「市の責務」の中に「えー、市職員」のことも書かれてるんですね。「市職員」に関しても、えー、自ら地域社会の一員であるという認識のもと積極的に地域活動に参加するとともに。 職務の遂行にあたっては自治会等との共同に努めるものですということで具体的にそういった役割が明文化されているおそらく全国でもないような自治会応援条例というのが制定されていますのでそういったものも議論案でも作れるんじゃないかなということを前向きにこの一般質問として取り上げさせていただきます。で2番目には まあ、普天間宮周辺のまち、あ、づくり事業の進捗状況についてということでこれはの私が発議会当選させていただいた平成18年9月からずっと質問させていている問題でいよいよこのまちづくり事業が今動き始めておりますのでその、えー、状況について、ね、また当局の方から答弁を求めるんですがあの普天間宮のこの目の前、まあ、いろいろあの、まあ、事業者が立ち並んでますが そこを門前広場として、えー、その建物皆さんちょっとね立ち抜きをしてもらって広い、まあ、広場を作るとかあるいは今あの本町通りに入り口のところにある建物を今度は交流施設として活用しますその中の一番の大きなあのメインが、えー、糸満市のにあります山田新山先生が作られた平和記念像その平和記念像を実は普天間でね、えー、制作をされていて その原型が今ででも普天間に残されているんですその原型を活用したまちづくりをあの提案させていただいてその方向性などをね確認させていただこうということで考えています。で3番目には、えー、特定空き家等対策についてということでこれも昨年から法律が施行されたんですが、まあ、あの空き家そして特定空き家っていう2つの部位があって、まあ、特定空き家っていうのは何かというとえー あ特定空き家というのはです、ね、東海など著しく、まあ、保安上危険となる恐れがある状態とか、ねまあ、適切な管理がされていないとか、ねえー、著しく衛生上有害となる恐れのある状態ということで実はの市内にも何か所かそういったあ 人が住んでで空き家の中でそういったのれに対して急いでこれは対策をしていかなければ、まあ、沖縄は特に台風が多いので台風が来る前に何とかこれは対策をしていきたいということで、まあ、周辺地域の住民の皆様もからもそういった要望がありまして。 私もあの現場の方に行きましたら、確かにそういった状態で、立ち入り禁止のね黄色いロープも張られているような状態があるので、それはもう行政としてね、なんとか早めにやってもらいたい。そういうことで取り上げております。で4番目には、防災防犯対策のまあ表示板等の取り組みについてということで挙げております。特に、防犯防災の,その表示板とか、あと掲示板なんかはあるんですけど、意外とですね、夜行ってみると、 真っ暗で見えないところがあるんですねなので、えーまあ、そういった防犯防災というのは昼間だけじゃなくて当然夜も想定しなければいけないのでそういったところにねなんとか夜でも人が見ることが可能なような設置ができないかということを、ね、ちょっと提案させていただこうと思っていますそして5番目にはふるさと納税への取り組みについてということで、まあ、ふるさと納税ね、えー、いろいろコミでも取り上げてますが、えー、確かこれは 2015年から、ね、税制の方が少し改正されて、この控除額が変わってきましたので、えーまあ、沖縄県全体での納税の方も、ねえー、なんと4倍を超えるようになって、大変な人気だそうですであの。全国で一番のふるさと納税の多いところが、えー、確か宮崎県の都の城市で、えー、これがですね1年間になんと、なんとなんと。 42億円のふるさと納税の、ね、寄付が集まっちゃったということで、まあ、宜野湾市の一般会計が今年度400億を超えましたのでこれの10分の1を、えー、ふるさと納税で、えー、寄付が集まっているそれが宮崎県の都の城市ということでもちろんあのこれはあのお礼の品となる特、ね、典、えー、となるまあ地元産の肉や焼酎が人気を集めたとかいうのもあるんですけどこういうのもね、えー、もっともっと活用するように考えて えー、いかなければいけないんじゃないかなと思って、それをあの取り上げをさせていただいてます。あのもちろん金券性の高いものではなくて、まあ議論しにいろんなあの産業があります。またそこで商品化されているものがあるので、まあ、お礼の品としてそういったものをね、えー、寄付いただいた方に返すことによって、またこのリピーターにねつながってもらえるととてもいいんじゃないかなということで、えー、今回取り上げさせていただいてますので。 あの水曜日、22日水曜日の1時半から2時ごろの順番になっています。もちろんあのお忙しい平日ですのでと思いますが、あの実は沖縄ケーブルテレビさんの方でも、この議会の本会議の方を生放送を今、放映していますので、もしその議会名の傍聴の方時間の厳しい方は、私だけにかかわらず、20日からの一般質問、ケーブルテレビさんの方でも、 生放送で、えー、放映してますので、えー、10時からぜひともねその、えー、ケーブルテレビの方もご覧いただければなということで思っています。まあ,あのそういう感じなんですよね。えー、それではですね次また曲の方をねお願いしたいと思うんですけど、まあ、ちょっと古い歌で大変これ曲あるかな。 あり,あります。あすごいです。fm 宜野湾さん何でも曲は揃ってますね。ま今、あ、日のね、えー、古い歌なんですけどね。夏このいい天気に。まあぴったしじゃないかなって思ってる歌です長、えー、渕剛さんの夏の恋人です。どうぞ。 でもあるう何だかかの30年なんだから20年20年はだなだ声がもう全然違う今とちょっと何か分かる一緒ですね渋い渋いで私と潰してやってるんだけでマッチョマンですこの時はもっと細くてから髪もロッドシャートみたいこんなしてゃらへえやらどんって全然違うんです こんな感じの、はい。もう今のイメージですか、ね。もうもう全く違うです。別別人。今はマッチョで日焼けしててサングラスしててこういう感じで、ね。あの時はもうそ細くて髪もこんロン毛でこのロードャークみたけど。そうですね。あれもや時と。うんそん時の私だけだ。あ。<laughs> 残り4分30秒ぐらいで曲が2分ぐらいですけど。

はい、えー、皆さん、長渕剛さんの、ね、夏の恋人っていう歌を聞いてもらいました。今、LINE の,の方にあに入ってきました、ラビット会の方の、えー、マサルさん、どうも聞いてくれてありがとうございます。<laughs> 今度ね、ぜひゲストであのスタジオの方うに、ねえー、来てもらいたいなと思ってます。モアイのラビット会の、ね、マサルさんの方からも、えー、聞いてるよということで、今、LINE にメッセージをいただきました。いいつもありがとうございます えー、そしてね、いよいよ時間の方も、あのー、あと少しなんですけど、実はあのー、お知らせがあります、えー。一人親の皆さん、気軽にお話をしませんかということで、えー、カンフィートーク、ね、先月もご紹介させていただいたんですが、実はそのカンフィートークの方が、えー、本日の時間が2時から、午後2時から午後の4時の間、えー、場所は男女共同参画支援センター、福福の方でございます。まあ、参加料は300件となっております。 これはあの子育てに忙しい一人親世帯のお母さんお父さんを対象に気軽におしゃべりをする会を開催しています。まあ、今抱えている不安や悩みを吐き出して心の負担を少なくしませんか同じような悩みを持つ一人親の皆さんと時間を共有しましょうということで、まあ、参加料はあの会場料や茶菓子代として活用させていただきますとあります。そしてあの同時にですね 当日はリサイクル交換会も開催するそうで不要品がありましたらお持ちくださいとのことです参加申し込みあるいはお問い合わせの方は担当コルバーグさん電話番号携帯の番号ですけど0906863の6 3 五二番までお気軽にお問い合わせくださいってことでした。もう一度言いますね、担当はクルーバーグさん、そして電話番号はゼロ九ゼロ六八六三六三五二番です。どうぞ皆さんお気軽にねお問い合わせをしていただきたいと思います。ヒートの昼前ね十一時からスタートしまして、残る時間もあとわずかになりましたけど、まあ本当今日いい天気で、そして沖縄県地方梅雨明けもしました。どうぞこれから皆さん。 良い週末をお過ごしください。どうも皆さんありがとうございました。バイバーイ。